制限一本勝負ゆずきサマス VS 桐生ケントシュッシュ。11月12日ホットシュシュビルナイト、実況解説はタニーとゆずきです。よろしくお願いします。アップトーナメント、まずはスイートシックスティーの入場です。フレッシュですね。これはシュシュのカラーの T シャツなんですかね。はい、最近この T シャツで入場することになりましたね。シンクロしてます。はい、2人の同時ジャンプ映えますね。手で16を表現してますね。あー、いいですね。対するデカチーム、はい、ゆずき&サマスの入場です。やはりでかいですね。なんか合ってないようで合ってるんですよねバラバラな感じがするんですけど、そうですね、スイート16の方がフレッシュさで息ぴったりなんですけど、うん、はい、彼女がゆずきだってなっちゃいますね。これはこれでデカチームの可愛いところというか、うん、あの関係性が垣間見える入場ですね。そうですね。あれ、人が来て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 すごい白い目で眺められてましたね今、ね、シュシュたちに、はい、これは身長差がすごいですね。はい、あ、ゆずきがなんかこの二人デカチームは大人げないですよありました。はい、軽々投げますね。ここでやはり力の差を見せたいなっていう、はい、ゆずきにとってのアピールですね。あー、なるほど。お、上手に足をすくいました。そして馬乗りでエルボーです。うわ、10倍返しですねどうやるんだよっていうのを高々とボディースラムで投げました。うまく転がしてドロップキックボールです。払いましたね。ねえ、片手でひょいっと払いましたね、はい、逆襟固めです。エルボーを受けた、テント、ブレジ、読まれました。テント、ドロップキックから、あ、これは、来るか、みんなで一緒に言いましょう、エースクラッシャー。あ、ひどい、わー、ひどい、これよくやるじゃん、見たかった、すごい。また叩きつけました。ゆずきとケントのエルボー合戦、お互いにすごいですね。ケント膝をついた、ゆずき追い込みますね、はい、蹴りでケントに勝てないならエルボーだけはやっぱり負けたくないって思うんですよね、うん、さっきサマスにやられたことをゆずきに返すっていうね、はい、やはりスイートは助け合いのチームだなっていうところがあるのですが、うん、はい、サマスとユズキは自分たちを強いと思っているからこそあまり助け合わない部分もあるのかなっていうのを、なるほど、はい、感じますね。サマスならいけるでしょって思ってギリギリまでは助けない、見守ってしまうっていう、うん、全体重かけてますね、はい、動かさない。もうシュシュも一生懸命こうね、なんとかロープに近づけようと思って、はいはい、ブレンバスター、これがテントは捉えてます。うん、投げれるか、違う
ブレインの方じゃない。ブレイン違いですね。早くしろっていう話ですよ。はい。ああ、二人で、ブレインバスター。豪快。すごい。それ高さがあるから受けたくないんじゃないですかね。私は受けたくないです。ねえ。うまくケントが倒して、ここから、あ、これ、新技のストラングルホールドですね。はい。これは、危なかったですね。これは救われました。うん、助けてほしかった。ビッグベース。ここで。捕まりました。2人まとめて投げてきます。かっこいいですね。田村様に特訓されましたよ、ケントは。またも。ドロップキック。そして返したところ。脇固めです。これうまいですね。はい。まだまだ腕を狙いますよ、はい、シュシュのデビュー戦でね私もやられてたはずなんですけど、はい、やっぱりわ厳しいですね。逆さ押さえ込みに入ろうとしたシュシュもこらえて水木ラリアットケント助けに来ました。抑えろって言ってます。ジャンピングを。これはいつものクレナのボディスと違いますか。はい、はい、しかしマッチストライドを抑え込まれます。わ、はい、あサマスありがとう。ハイユキがロープに飛んでラリアットを強烈に決まりました。スピア抑え込みます。ああまたケントがスイート60の絆がすごいですね。バカバカと持ち上げる。すごい怖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 い。東京タワーですよこれは。で覆面対決。はい。ああ。ました。もうケントがすごい一生懸命助けてますね。うん、ケントをラリアットで封じ込めて、その間にサマスがシュシュを担ぎます。タイタンスターボムです。ああ、これはもうシュシュ厳しいですね。シュシュがそうですね。あ、サマス仕上げで持ち上げたところを、あ、これは広角で変えている。おーすごい。15分ご準備勝者シュシュ。すごい、これはちょっと予想できない結末でしたね。振り向いたら、はい、カラスが丸め込まれてた。はい、そうですね。まず決めろと、11月22日次回の東京シュ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 ナイト、決勝戦は横山義和、ジェイド・グラドック対桐生健人シュシュとなります。ゆずきさん負けてんじゃないですか。絶対勝つためにはベッド組まなかったんですよね。負けちゃってるじゃないですか。ゆずきさんどういうことですか。舐めてないよ。
ります。19日試合決定で19日ですね。ゆずきさんとシングルやります。お願いします。やるよ。絶対負けない。待て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 、待ってよ。何2人で勝手に決めちゃってんの？ねえ、負けてんだよ、あんたたち。何勝手に決めてんの？今日、うちら、スイートシックスティーンが勝ちました。これで、結果は分かったよね。うちらの方が強いって証明できてるよね。規制の中で一番うちらが強いってこと。決勝でもコロッケ軍団に勝ちますので、皆さん優勝する姿を見に来てください。これからもよろしくお願いします。私たちホットでディープな個性派集団、ホットのシェシェ。もうここまで来たらこの2人に優勝してほしいですね。そしてみずきとバナコの、はい、シングル対決、はい、久しぶりのバナちゃんとのシングル対決、それまでは友情を封印したいと思います。実況解説はタニーとゆずきでした。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。決勝進出ですね。はい、どうでしたか？いや、2人のパワーに圧倒されてまずいんじゃないかと思ったんですけど、シュシュが諦めずに頑張ってきてくれたので決勝に進むことができました。優勝目指して、はい、優勝目指して頑張ります。頑張れ、おめでとう。ありがとうございます。ケントが言ってた惨めっていうのがこういうことだって分かりました。サマスには惨めっていう言葉を教えたくないですけど、惨めですね。ティネージャー嫌いです。ティネージャーは、うん、小さいサルは同じです。嫌い。二人のタッグチームすごいパワフルで、コンビネーションもすごい良かったと思いますけれども、はい、あの今後も機会があったらタッグ組みたいとか思ってますか？組みたいです。リベンジしたいですね、うん、体が大きいからこそこのリングで二人で暴れるっていうのがまだまだ不慣れだなっていうことには今日気づきました。またゆずきとタッグ組みたい？見たい。うん、ゆずき嫌い。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。